情報開発の犬塚です。リム情報開発は2019年の原油相場の動向について、著名アナリストやエコノミスト6人に独自にヒアリングを行いました。その結果、 WTI 原油は下値が40ドル台との見方で一致しました。一方、上値は60ドル台前半から80ドル台半ばと予想にばらつきが出ました。注目点として、OPEC の減産方針、米中貿易戦争、米国による対イラン制裁の行方が挙げられました。米中貿易摩擦の深刻化や英国の合意なしの EU 離脱が起きた場合、世界経済の混乱とそれに伴う世界のエネルギー消費の下振れを懸念する声も聞こえました。また2019年は米国経済の頭打ちや日本で10月から消費増税が実施された際の日本の景気悪化なども指摘されており、景気変動の大きな一因になる可能性が高いとの観測が出ています。一方、米中貿易戦争が解決に向かった場合や OPEC 及び他の産油国の減産が継続すれば、原油相場は上振れするとの予想もありました。